んでも仕方のない人間なんてのは一人だっていない。数の問題じゃない。では作戦の説明に入る。Bye.
S18E 剣クハラジオン軍強襲の10モビルスーツ剣クハラ機体解説1年戦争末期工業生産能力で連邦軍に劣るジオン軍はモビルスーツの数量的な劣勢をその質かっこ性能で補うべく新型機を数多く試作開発した試作機をそのまま実戦投入した例も多く、強襲能として開発され、剣クハラ、かっこ、闘士の名を冠せられた MS-18 も、その一つである E 型で、ほぼ完成型となった MS-18 は、全身をラッチに装備した多数の火器と、機体各所に配した大水力のバーニアによる高機動性を誇る、攻撃力重視の重モビルスーツである。
そんな、バカな。失敗した時のこと考えないのか？オリジナル、ビデオ、アニメーション、機動戦士ガンダム、0080、ポケットの中の、戦争、で、ガンダム、破壊指令を、遂行する、ジオン軍の、特務部隊、サイクロプス隊に、配備され、その火力と、高機動性で、迎え撃つ、リーア、サイド6、軍や、連邦軍の、圧倒する、重モビルスーツ、ケンカラを、144分の1スケールで 3D 化、組み立ては全てはめ込み式のスナップフィット各関節ごとに組んでから差し込めるブロックビルドアップ方式、パーツの色分けとシールで設定色に近い仕上がりを実現、ボールジョイントなどの線路をポリカップにより可動範囲を拡大、物合いにクリアパーツを使用、線路をショットガンなどパッチオプション付き。
触っていいか？ここからはいつもの総評です。特格、付属する、武装が多くて組み合わせて遊べるキットです。欲を言えばバズーカは型に乗せることができれば良かったです。シュプルムファウストは肉抜き穴が残念です。ここまで武装が付属しているのですから、本編にあったビームサーベルも欲しかったですね。そして、その他の動画もぜひ見てくださいね。